はい、どうも、ギルバトの方を取っていきたいと思います。相手が梅干し王国ですね。一応2連戦になるのかな。で、前回自分攻撃メンバーから外れてたんで、まあ回戦するタイミングっていうのもありますけど、これで負けたらなんか嫌ですよね、これ。左、右もまあちょっと実行利は安いんで、行くとしても最後かな。ここもあんま行きたくないですね。嫌なところ残ってますね、やっぱりね。よりは黄色を削った方が、削れるのかなっていう感じはありますけど、いやー、やっぱ嫌なところ残ってんな。やっぱ真珠層ですよね、嫌なの。そうですよね。火と風の神獣層ですよね。いやー、どうするか。アイコンはレジェンダリーなんですね。移籍したばっかとかなんですかね。攻撃情報ないですもんね。でも攻撃情報はなくても防衛配置されてるんだから途中ってことはないですよね。いきなり手持ち減るのは嫌だな。しかも、そうですね、どれもコッパー使いたいようなパーティーだから、事故ってコッパーいなくなっちゃうとその先が繋がらなそうな。まあ一応一番下の人から攻めていきますか。あんまり当てにならないんですけどね、このランクも。苦しいな。ちょっとゲーム音が低い気がするな。ちょっとどうしようかな。まあいっか。よくないな。なんか気になるな。上げられるかな。上がってない気がする。こんなもんかな。まあちょっと各自調整してもらって。
で、どうするか。いやー、本当嫌なの揃えましたっていう感じですよね。どうしようこれ。普通に勝てないんじゃないのかな、これ。どうしよう。まあどっちかコッパー入れたい。でも風アークリーダーだ。コッパーじゃ落ちなそうだもんな。いやー、これはもう負けてません？なんか始まる前から負けてる気がするんだけど。どうしよう。いいパーティーですよね。きつ。これ。そうですね、誰も言ってないですもんね。 前回は、でも1人、1回、1人だけ1回だけ行ってっていう感じなんですね。嫌だな。最後にしようかな。どっちも免疫欲しいですよね。下も回復2枚。下は相手に免疫はないんですよね。免疫はないとは言ってもこの布陣ですからね。体力リーダーでリテの HP も上がって、まあ水イフもワンパンは基本できない、粘るんで。いやー、これ辛すぎるな。猿の防御ダウンに対するもんね。で、回復不能持ち、こいつも防御ダウンでしょう。上でコッパーかな。まあ時々防御を結構振ってるアナベルもいて、まあレイドでもしかしたら前衛とかで使ってるタイプの人もいるのかもしれないですけど。まあでもさすがにコッパーで抜けるとは思うんで、まあアナベル落として、まあ猿なんとか落としてって感じですかね。まあ下もコッパー使いたいんですけど、下は蘇生持ちだからな。結構長期戦になることも覚悟して。多少耐久もないときついのかな。火か風じゃないと落としきれないですよね、こんなの。カタリーナ運慶するのもな。攻撃バフ、そもそもカタリーナ確かルーンついてないんだね。アリーナ、水イフに寄っちゃうとどっちにしろきついものあるし、ばらけてもちょっときついし。カミラ置くと火力が足りないんですよね、どうしても。うわ、苦しい。
リテがいるから水火力も連れてきにくい。風火力は結構コッパーかルシエンかに頼ってる部分があるから、ちょっとなんかいいのがいないな。エトナもスキル魔じゃないし、そもそもルーンも叩き終わってないし、いやー初戦からこんなのはきついな。どうやって落とすんだろうこれ。光闇免疫は欲しい、免疫解除も欲しい。水にふもワンパンじゃ落とせないと思うから、で2人回復持ち、いやもう詰んでるな。どうにもならなくない？なんかそれっぽい耐久気味でいってみますか。いやー絶対何キャラか落ちそうだな。火力あるもの、風トーナー、トーナーは火力一体じゃ押し切れないですよね。風アーク、もう暴走期待ですよね。下はちょっと頃合いを見て放棄って感じですかね。放棄かどうか、結局免疫連れてこなかったし、上も怪しい。いきなり辛いですね。まあ縦割り入るのが怖いんで、免疫からいきますか。暴走した、まだ別にいいんだよな。これでアナベルが落ちるか。マルがまだ演術打ってます。どういく、スタン狙いか。後出しでもいいかな。チェーン打ったからかな。でもちょろちょろ暴走もしてたから、どうなんですかね。結構風と火の神獣層は攻撃的な AI をしてるような気もするんですよね。スキルマ何ターンなんだろう。瞑想4ターンぐらいなのかな。入った。
されても多分大丈夫。あれ瞑想早くない？スキルチェーンさっき入ってんの？スキルマ3ターン？になってからだからまだいいものも途中でやられると結構、状況がひっくり返ることありますよね。あれもうさすがに防御無視で落ちる。問題はここですね。どっから行く。やっぱ追風なのかな。リテかな。ミス入らない抵抗。ああ粘っちゃった。水風も多分一発じゃ削りきれないんだよな。かといってリテも、でもリテ柔らかくない？これ振りだめ型？さっき結構風術も1万ちょっとで痛かったから、どっちかな。とはいえやっぱ水風かな。ミスもつけたいんだけどな。この挑発も厄介ですよね。そういうふうにミスをつけたい。まだあんまりルーンの厳選ができてない人なのかな。でも手持ちが相当やばいんや。これでこのままルーンが強くなってったら、かなりきつそうな相手ですね。風姫石中それなりには振ってるんですけどね。40ぐらいあるんだっけな。これ以上になると他のステータスがおろそかになるんで振り切れないですけど、パーティー構成的にはかなり怖いパーティーでしたね。あと2戦もやらなきゃいけないのって感じですね。どうしようかな。
かってきますよね。なんとも言えないですね、どっちも。右がちょっと嫌ですけど、まあ、上はコッパーで風姫さえ落とせればなんとかなるんじゃないかな。下ですよね。スイフ落としてもイオナの防御バフ付きの復活とクマルの瞑想で2回目落とすのが結構辛いけど、まあやっぱ水系のパーティーがいいですよね。炎術が厄介なんですよね。多分スキルまで 100% になるはずなんで、炎術の方は。リテッシュの封術は、100% にはなんないんですけど、水パで行っても、つくときはつくからな。まあこれで、行ってみますかね。ちょっとフェドラルーン全然叩いてないから、ちょっと捨てがひどいんですけど。まあ、アークもレイドで使うことを念頭に置いて組んでるんで、普通に防御ダウン入れられちゃうとワン暴走ぐらいで落ちちゃうんじゃないかぐらいの勢いで、そう、最近、まあちょっと後でしょ、最近ね、ちょっと思ってることがあって、とりあえず落ちた。あー、できなかった。カミラってヒットポイントの 10% でしたっけ。確か 10% だか、そんぐらい、あ、やばい、そんぐらい回復するから、こう、まあ自分もカミラ使ってるからあんまりやりたくはないんですけど、多分やってる人はやってんじゃないかな。あー、見えなかった。応急処置の回復量で相手のヒットポイント分かっちゃうんですよね。さっきの風アークの蘇生の時もそうですけど、ヒットポイントの半分使うんで、まあ風アークがさっきの場合ヒットポイント満タンから蘇生して1万9000減ったんで、まあヒットポイント3万8000だなってすぐ分かっちゃうんですよね。まあ、風姫とかもそうですけど、2100回復したんで、多分2万1000ぐらいなんで、コッパーの雷落としで落ちるときは落ちる感じですね。ちょっと減らしてれば落ちる。ちょっとこれはあれですよね、こういう系の弱点ですよね、こういう系のスキルの。で、まあ基本は落ちるはず。削ってあるから落ちますね。ジュルタンもあれですよね、繰り出した時の反撃の体力を見れば、クリが出ない。これは出るか。4400減ったんで、ジュルタンは 12% だったんで、何倍すればいいんだ、約8倍ちょっと、4400くらいあったから、8732、3万6000ぐらいかな。まあ、かなり適当ですけど、まあ、大体分かればいいんで、今の回復もそうですよね。スキルを把握してれば、ヒットポイントの20
と、まあ、スキルまで何パーか知らないですけど、まあ、22%ぐらいだとして、なんか結構ねそういうところで相手のヒットポイントとか分かっちゃうんですよね。まあ多分気にしてる人は気にしてると思うんですけどね。どこ行こうかな。水イフ、とにかく水イフ落としときたいかな。一応属性有利なんで、クマルが相当暴走はしてもなんとか耐えられるとは思うんですよね。やっぱ一番怖いのは水イフ。おっとおっと、せっかく攻撃ダウンと防御ダウンつけたのになかったことにされましたね。そうなるとちょっと落としにくい。でトリスプルスマッシュが来るのかな。一応免疫貼っときますか。あ、来た来た。まあ、でもカミラに打ってくれれば大抵は平気なんですけど、どうしようかな。多分瞑想打たれますよね。もう一回仕切り直しですかね。お、入れ、入った。いいですね、フェドラ。意外と役に立ちます。意外とっていうか、まあ普通に役に立ちます。これで、まあ攻撃ダウン入ってくれば。防御ダウン、防御ダウンじゃない、防御アップあったんで、なかなかダメージは出ないですけど。ちょっとカミラが今 やっぱ自分弱くて、もうちょっと強くしたいんですけど、なかなか合うルーンがなくて、微妙なのしかつけられないんですよね。相手が風姫系じゃないときって本当フェドラこの回復阻害が結構優秀ですよね。地味に優秀ですよね。ああいうふうに瞑想も充足もこんな感じで、いやもうちょっとフェドラいいルーン積んであげたいな。今多分プラ級とかプラ6とかそんなのついてるんですよ。一応ま分解上皇で、結構マナがきつくて、ちょっとついでに見に行きますか。どうせまた変えると思うんで、変えはしないかな、叩くだけかな。マナが結構きつくて、なんとかちょっとずつ叩いてるんですけど、もう主要キャラもちょっと叩ききれてないルーンがいっぱいな感じで、ヒーフなんかひどかったぞ。あーでもちょっとずつ上がってんのかな。まあこんな感じでちょっと、ついでに見てみますか。なんもないですね。で3戦目、まあ右はいつものでいきますかね。どうしようかな、速度、赤にか。まあ割と相手によって変えるんですよね。赤にだと他のメンバーも速い可能性もあるから、速度リーダー置こうかな。いやーこれでもフェアリークイーン試してみたいな、試してみたいな。あと18本剣が残ってて、自分が消化してあと15本、多分ちゃんと消化されれば勝てはすると思うんですけどね。あ、このクロエももう全然叩ききってなくて、かなり耐久力が落ちてやばいんですよね。結構メインで使ってるんですけど、どうしようかな。一番安定しそうなのはこれ
だけど、テオンはちょっとルーン解除の時手が回りきれなくて、とりあえずシナリオダンジョンで拾った星3とか星4のやつで無理やり意志と符号を発動させてる感じなんで、ちょっとさすがに使えないかな。まあフェアリークイーンも似たようなもんなんですけど、どうしようかな。ちょっともうちょっとランク低い人と当たった時にちょっとこれは使いますか、フェアリークイーン。ちょっと今はまずいですね。で上がまあジュノ多分絶望ですよね。絶望で剥がしてくる。とはいえやっぱコッパー安定っぽいですよね。時々リテッシュ落ちないんですけどね。リテッシュ落ちなくてもジュルタンは落ちそうですよね、さすがに。なんとも言えない。どうしようかな。このままでいいかな。ちょっと一旦様子見てからリテッシュ落としに行こうかな。入らなかった。早め。まあやっぱ赤2に入るだけあって早めですね。さてとりあえずワンパン入れてみる。意外と硬そう。落ちないか。風術、瞑想、封じたい。これで落としきれなくても、あとはまあ丁寧にって感じですかね。どうしようかな。いやーやっぱこの絶望が辛いですよね。回転率速くて、きついですね。剥がされると面倒ですよね。いやー全然こっちのターンが間に合わない。防御ダウン入れられるとまずいな。インディーナがそろそろ死にそうですね。うわここでスタンですね。スタンする代わりに回復阻害が入らなかったですけど、でもまあ、絶望ジュルタンか。絶望ジュルタンですね。どっちを落とすか。まあジュルタン落とせるかな。絶望ジュルタンだったら何とも言えないな。落とせた。いやー絶望、本当ジュの回転率いいから絶望もよく入れられてるイメージですよね。入れられてるって言えばいい。棒ももらうイメージがありますよね。まあ行ってるそばから。
速度が、相手が全部速そうですね。こうしないと石が解けないんでね。爆弾は風姫以外。死にますよね。で次に風姫が落下を水イフ。風姫ちょっと削ってでスタンからの暴走がなければなんとか耐えるかな。まあそもそもスタンひどいな。スタンを抵抗で、そこから暴走してさらに暴走と。これ大丈夫かな。多分大丈夫だと思うんですけど、あんまガレオン自分耐久に振ってないんで、まあまあ粘り勝てるとは思うんですけど、まだミスがついてる。まあまあよくある光景ですね。水イフが暴走してこっちの火力が落ちて、この後はちょっとずつ削っていくだけっていうパターン。このミスが本当うざくて、クロエが火力やっぱりそんなにあるキャラではないんで、一回こういう風姫と1対1になった時のためにクロエを破壊とか首ダメとかそういうタイプで使ってみるのもありかなと思ったんですけど、破壊って結局何パーでしたっけ。相手の初期ヒット、まあ初期ヒットポイントの 30% ぐらいまでにしか破壊できないでしたっけ。でそうなると結局クロエに破壊つけても風姫削りきれないっていうことを気づいて、あこれはつけても無駄だなと思って、結局クロエに破壊っていうのはしなかったんですけど、ただ2対1の状況ならあれですよね、まだ破壊をつける意味はなくはないですよね。風姫相当暴走したらガレオン死んじゃうんじゃないかな。大丈夫かな。メンキャットか。そうですね、相手が景気づけするターンとかちゃんと読まなきゃいけないんだろうけど、そうか、そもそもガレオンもあれですね、叩き切ってないですね全然。ルーン解除はありがたいんですけど、どうしても入れ替えた後にルーンが叩ききれなくてきついところがありますね。暴走するな。よし、これでこっちがたまたまクリティカルが出てくれれば終わるかな。もう出た、もう終わりますね。なんとかドローを出さずに倒せはしましたね。まあ一応緑はいなくなって、まあ、あと15分、まあ、タマさんいれば
ハルキングさんも結構多分消化はしてくれるんで、ただ緑がいないから削りが遅いですよね。まあでもなんとかいけるかな。はい、こんな感じでした。そうですね、別に話すこともないかな。そうですね、この対戦する前に、特殊召喚石、特殊召喚石34連と、あと伝説と光闇と、まあ、不思議と一応回していて、まあ、その動画も多分このギルバトの動画の後になるかな、まあ上げると思うんで、まあよかったら見てやってくださいと。まあ、召喚動画なんか別に興味ないよって人は、まあスルーしてください。はい。といったところで、じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。